はい、皆さんこんにちは。今回はですね、非常に豪華なゲストに来ていただいてます。東京大学工学部物理工学科教授の中尾先生と徳良先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっとね、物性物理の本当にビッグネームのお二人にね、お会いできたということで、ちょっと緊張してるんですけども、まずお二人ともすごい業績がたくさんあって、ざっくり言うのは難しいかもしれないんですけども、お二人の専門分野を簡単にお聞きしたいんですけども、じゃあまずは長尾先生お願いしていいですか。はい、私は物性理論と呼ばれている分野を研究しておりまして、物の性質ですね、これを量子力学とか統計力学を使って解明する、あるいは予言するということを専門にしています。で、その中でも特に競争間電子系という分野が、これは1980年ぐらいから盛んになりまして、その競争間という電子の間のですね、相互作用が非常に強いシステムっていうものの物性、それから2000年代になってからはトポロジカル物性と呼ばれている、その幾何学的な性質がですね、物質特に電子の性質を決めているということが分かってまいりまして、その理論的な研究っていうのを行っています。はい、ありがとうございます。僕も実際に学生時代に長尾先生の教科書で勉強させていただいてます。はい。それは非常に難しかった記憶があります。ありがとうございます。では、徳良先生よろしくお願いします。はい、私も物性物理学だけど、特に実験ですね、理論実験で区別で言えば実験の方主にやってます。研究のスタートっていうのは、いわゆる今の有機エレクトロニクスの基礎みたいな、有機物とかそういうことをやってたんですけど、その中の概念もやっぱり競争間電子、強く相互作用する電子というのは大事で、でちょうどちょうど研究室持つ頃に高温超伝導という50年に1回のような大サイエンス史に残るような大フィーバーが起こって、そこからいわゆる競争間電子系、これはもう長尾先生とほぼ同じような道を歩いてるんですけれども、それとかそれから2000年代になってからはいわゆるトポロジーですね。で、今はちょうどもう物性物理学っていうのは両者が融合するところが今一番ホットな領域で、新しい文化が生まれているところですから、その両者のところをやってます。特に実験で電子系の話をしてるんですけど、実際にやるのはそういう自分が思い描いたような、あるいは面白いと思うようなことができる物質系を、設計っていうのはかなりおこがましいんだけども、そこで新しい物質系を作ったり、それを使って自分の思い描くような、あるいは思い描けなかったような新しいことを見つけるということが商売というか大事にしていると思います。以上です。はい、ありがとうございます。僕も徳良先生は実際お会いする前から名前を本当によく聞いてて、まず物理の用語として、なんかその徳良ルールとかがあるじゃないですかで、初めてだからその見かけた時に、うわ、徳良ルールの徳良先生だとか思ったりとかいろいろありました。今回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずお二人とも、大きく物性物理がご専門ということだったんですけれども、そのお聞きしたいのが、もともと物性物理が好きでずっとその道を歩んできたのか、それとも結構紆余曲折があってきたのか聞きたいんですけど、もともと全然違うよっていう、方はいますか？大学入った頃っていうのは、物性物理ってそもそも何かも知らなかったし、はい、で僕らの小さい頃って、子供の夢は長島になるか、プロ野球の選手になるか、湯川智永になるか、どっちかぐらいの人気があったんですね。だから当時は、やっぱり、湯川智永の時代だったわけで、物理学をやりたいと。で、物理学入ったけど、なんか、面白いと自分で思っててやってるんだけど、実際難しくてよくわからないところもあるんですね。後で見たら、そういうことなんだな、ということはあるんだけど。で、やってしばらくしてやって、実際に、進学するときにどういうところがあるかって言ったら、なんか理学部の物理ってなんか難しいことやってそうだし、工学部の方がなんか面白いかなと思って、で、そこでは主にそれだけじゃないんですけど、物性物理が中心だったので、当時は半導体産業が非常に盛んになりつつある頃だったので、物性物理って非常に華やかな時代で、江崎レオナ先生とか、はい、そういう人たちも出てましたから、ということでやって物性物理やったんですけど、多分自分の性に合ってたというか、大変楽しめたと思います。それはちなみにものづくりは前から好きだったんですか？いや、ものづくりってそういう
本当に好きな人はもう高校生の頃からいろんな工作したりとか、うん、ものを作ったり薬品を詰めたりやるんだけど、そういうのはあんまり苦手で、でもちろんそういうのは好きっていうか面白いと思ってたんだけど、化学の実験で一度大学1、2年生の教養の時にうまくいかなくてひどい目にあって、だったら物理の方がいいかなと思ったのも一つあって。どんなひどい目にあったんですかね。いや、分析科学なんだけど、はい、なんか最後まで何分析してるのかよくわからない。地獄の時間を過ごして。そう。でもそれで焦って嫌な思い出あったんだけど、その当時まで自分がものづくりの、まあ、才能というよりもそういう思考があるかってのはわからなかった。まあはい、大学の研究室に入って初めて、ああこういうこともできるんだなとか、うん、よその人から君ってものづくりがうまいよねって褒められて、って僕そんなことできるのかって思ったのが最初でしたね。なるほど。だけど結局自分の性に合ってたんだろうと思いますね。今でも僕は学生さんに来たら君が料理が好きかどうか聞いて、料理が好きな人はぜひうちに来なさいと。そうなんですか。じゃあ僕行けないですね。ああそうですか。実際多いんですけど料理が好きな学生がやっぱり。うちの研究室入って料理が好きかって言われたら料理好きだって言わなきゃいけないと思ったら。いやそうですね。確かに飲酒の面接とかで聞かれたら絶対に嘘つきますね。料理毎日してますよ。そうです。みんなそう言ってくれます。いや、ありがとうございます。確かに、徳原先生、ものづくりというよりかは、もうなんか、なかったら自分で作ってしまおうという人だと思って、ね、なんか、子供の頃はもしかしたら、なんか、レゴブロックでパーツ足んなかったら、自分で作ってるのかなと思ってました。いや、そういう、あんまり、混ぜた子じゃなかったので、大学入ってからですね、それからできるようになった。ありがとうございます。長尾先生は、私の場合は完全に消去法ですね。そんな決め方ありますか？消去法の物質に残ったんですか、ね、もう紆余曲折がありまして、はい、皆さんご存知のように、東京大学では、最初、駒場の教養学部というところで、はい、まあ、2年間過ごすんですけど、うん、進学振り分けまでに、まあ、1年半の、うん、期間があって、はい、で、その間に、自分のやりたいことって、っていうのができるかどうかっていうのをいろいろ試すことができると、はい、で最初私高等学校の時に数学がものすごく好きで、はい、勉強時間の半分ぐらい数学で使ってたんですけど、だから数学科に行こうっていうのが最初の目論見だったんですけど、はい、だけど大学入って数学ってやっぱり全然違ってて、非常にこう氷から出発して抽象性が高い数学っていうので初めて接したので、はい、なかなかそれがですね、自分の頭に入っていかないっていう、そういうことがあって、まず数学で挫折。はい。で、次に、文学部に行こうとか、ドイツ文学を目指したこと。消去法するとき、はい、そんなにまず広いところからスタートするんですか？ところがですね、語学ですね。はい。これはやっぱり才能が必要で、うん。だから語学がですね、やっぱりなかなかこう頭の中に入ってこない。なるほど。はい。で、じゃあ次はですね、化学を行こうかと。で、今、徳倉先生と同じ分析の演習があって、はい、それでその分析をやるために、まあ、どういう試薬を言って、それで色がこう変わったら、この、物質だとかって、こう、はい、系統的に調べていくんですね。で、それをですね、完璧な 分類図を作って持っていったんですけど、はい、いざやってみるとですね、全然うまくいかなくて。ロジックは完璧だったんですね。そう、ロジックはいいんだけど、実際がこう全然ダメです。最後まで居残って一番最後まで分析できなかったんです。そうするとその担当の先生が、はい、君は実験には合わない、そんな直接言ってくれたんですかね。というのでさまざまなこうチャレンジをやって、あこれもダメあれもダメっていうんで最後にたどり着いたのが、まあ物性理論っていう。結構飛躍がですね。なるほど。本当にじゃあいろいろと興味は持ってたんですね。だから、その、学問ってこう、抽象性が高い方から、その具象性が高い方まで、様々なレベルがあると思うんですけど、そうですね。はい。抽象性がおそらく一番高いっていうのが数学とか哲学とか。うん、はい。で、一方、具象性っていうか具体性が最も、大きいのが、医学だと思うんですね。はい。でその中で自分がどこに一番フィットしてるかっていう、なるほど、やっぱりそれをこう選ぶっていうのがやっぱり自分の分野を選ぶ上では一番大切なんじゃないかなって思います。じゃあ物性物理の理論がちょうど抽象性で自分になってたって話なんですね。まあその理論としていろんな物質の性質を、まあ、かなり統一的理論理解したいっていうのはあるんですけど、だけど対象はあるわけですよね、物質とか
ていうのが非常にこうバランスがちょうど取れている。境目だったんですよ、ちょうどその。そうですね。そんなあるんですね、そういう選択の仕方が。十分抽象的だと思います。僕もね、ずっと思ってたんですよね。いや、先生の教科書とか読んでて、だいぶ抽象度の高いトポロジーとかね、よくたくさん出てくるんで。はい。でも、まあ、長崎的に、的には、まあ、もっと抽象的な。物質が一個あるから、全然自分で言うんですね。ちなみになんか、噂なんですけど、これ本当かどうかここで確かめたかったんですけど、なんか長崎先生、子供の頃から、その算数のテストとかでずっと文句言ってたって聞いたんですけど、本当の話ですか、これは。え？なんかこれはミスプリントだ、みたいな。あ、ミスプリントは、数多く指摘して。どういうことなんですか、どういう話だったんですか。今でも毎日のようにやってるし、まあ、どういうことなんですか、今。いや、だから先生が問題作ってるんだけど、はい、まあなんかちょっとミスがあるわけですよ。はい。で、それを。算数ですよね、でもね。はい。それを、指摘、なんていうか、せずにはいられないという、そういう。誰かにブログで読んだら、ミスプリントやって叫ぶ、いつも叫んでた。子供の頃に。口癖だったんですか？いや、一つは、先生が板書されてるでしょ？はい。先生が。で、その間違いを見つけるというのが趣味だったんです。ちょっと怖い話ですね、これ。いや、それはなぜかっていうと、要するに、自分の理解を試してるわけです。先生がですか？いやいや、私が、自分が。ちょっと、授業のレベルを自分で上げてるんですか？だから、こうやってこう、ロジックを追っかけていくと、はい、ここはロジックがつながってないとか、いうことを自分が見つけて、確かにそうかどうかっていうのを確認してるわけです。でも僕が天才タイプだったらじゃないかもしれないですけど、はい、算数でロジックのほころびを見つけられたことないんですけど、板書で何かありますってなんか。いや、結構。ありました。割り算とかありました。割り算っていうか、その、符号が違うとかね。あ、そういうところに。彼が学生の時に、うちの先生もよく言ったけど、みんな先生が自分の講義ノートを彼から借りるんですよ。長尾さんから。そうすると。自分の授業なの授業の、はい。そうすると講義ノートきれいに書いてあって、で、間違いも全部直して書いてあるから、それをバックアップして持ってるとか言ってます。え、それ大学の時なんですか？学部の時。あ、学部の時には、じゃあすでにもう、ミスプリントだって言って、はしゃぐことはしなかったしなかった、しなかった、しなかった。あ、どっかでじゃあ、自分で直して、あげてたと。ちょっと、知恵がついたというか。ちょっとな、穏便に行こうと。そう。なるほど。いやー、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、二人とも、まあ、じゃあ本当にもともと物生物理学って感じではスタートしなかったんですね。そうですね。はい。もうその中でも、じゃあ、なんかその、大きいきっかけってあったんですか？先ほどおっしゃってたような、なんかそう、時代の流れもあったかもしれないんですけども、うん、自分でなんかやってて、一番楽しいと思った、例えば、物生物理の現象だったりとかってありますか？僕は、長尾沢先生のように、積分が特に好きじゃなかったんで実験初めてやってそのまでにいっぱい微分方程式とか習うじゃないですか、はい、大学3年生4年生までに、はい、でもみんな、まあ、別に本当にできる子は好きでやるんだろうけど本当に何の役に立つんだって、うん、で高校で三角関数習うんだってほとんどの人はなんでこんなことやってるのか分からないけど、はい、大学でまあ理工系に入った人は大事だよねって分かるよね、うん、大学で入って微分方程式やったら物理やりだしたらいかに大事だって分かる、はい、でそういうのが分かるっていうことがあったのが一つのきっかけなんだけど、実際に研究室に入って実験とかやった時に、はい、あ、研究ってこんな面白いもんだなって正直に思いましたね、うん、だから今の子と違って自動化されてないから週に2回ぐらい徹夜してたんだけど全然苦じゃなかった徹夜したんですか、うん、ってやってみんな徹夜してましたよね当時の学生さんね、先生が来て、うん、ね、今日お前また今日は徹夜だなとか言ってプレッシャーかけてね先生がねだけど、本当に楽しかったですよね。あの時の、うん、初めてそういうことをやり出した感激って忘れられないです、今では。なるほど。じゃあ本当に勉強したことが、使われる瞬間っていうのに魅力を感じたんですね。そうですね。で特にまあ、物性物理っていうのは、そういう、ある程度蓄積とか、はい、そういうことが生きる上に、いろんな要素の組み合わせをやる新しい戦略みたいなことを考えられる、はい、ところがあるので、それは、まあ、みんなとは言わないけども、自分には、たまたま向いてたなっていう感じが非常にしましたね。パズルって感じなんですか？パズルなんだけど。物性物理って、うん。うん。でも、問題を解くんじゃなくて、本当にあるところまで行くと、問題を作る方なんですね。うん。問題作って解いたと思ったら違うことがいっぱいあるんだけど、いろんな要素があるわけですよね。はい、うん、だから、そのいろんな要素の組み合わせで自分の知らないところを新しく組み合わせていったら、また新しいパズルができて、新しい問題が解けてると。うん、だけどそこからどん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 新しく発展するんで、
僕のやってることなんてもういろんな分野行ったり来たり渡り歩いてるように人から見たら見えるんだけど、どっかで繋がってるんですね。必ずね、そういうことってのは、まあ、一種の多様性とか創発性とか僕ら呼ぶけども、うん、はい、そういうのってのは物性物理の非常に大きな魅力だと思いますね。ありがとうございます。長澤先生は何か大きいきっかけありますか？ですね、先ほど進学振り分けで、はい、なんか物性を目指したような印象を与えたかもしれないんですけど、はい、物理工学科に進学した理由っていうのは、はい、いろいろなガイダンスに出席してですね、はい、一番先生の間の仲が良さそうだったんです。で、仲良さそうだった。非常にこう雰囲気が良さそうだった。いいという、それがですね、一番大きなきっかけでしたね。だからまあ学問の内容って、まあある程度自分はこういう感じの分野に進もうっていうのはあったんですけど、うん、息子に進んだのはやっぱり圧倒的にこう雰囲気が良かった。うん、で、まあもちろん理学部物理学科っていうのもあって、はい、それがまあ物理のやるんだったら普通は物理学に行く人が多いと思うんですけど、はい、イメージもありますね、はい、とにかく人間的な、なんていうか雰囲気が、うん、で、その物理工学科入って最初はレーザーとかやろうかと思ってたんですね、はい、ところが卒の時にじゃんけんで負けて、あらそれで田中昭一先生テーマを決める時にじゃんけんしたんですか？超伝導の研究室に行ったのが、はい、それがおそらく物性物理に入った一番大きなきっかけですね。ああ、じゃんけん勝ってたらどうなったと思いますか？ああ、おそらく、泣かず飛ばずだった。そんな、大事ですね、随分と。お二人とも、まあ、物性物理でももちろん、量子っていうものに興味あると思うんですけど、僕どちらかというと結構古典系が興味あって、うん、大学の時もそれあったんですけども、お二人とも量子性とかの魅力っていうのは何かありますか？これ私が言ったんじゃないんですけど、私が非常に親しくしている MIT の、はい、シャーガン・ウェンっていうものすごく有名な先生がいるんですけど、うん、彼によると古典の世界っていうのは白黒テレビだったんです。おお、はい。で、量子の世界はカラーテレビだ。はい。だからそれだけこう自由度が違う。なるほど、なるほど。という、まあそれはもちろん古典ビットと量子ビットの違いっていうふうによく言われるわけですけど、はい、やっぱり自由度の大きさっていうのはやっぱり全然違うですね。うんうん、ですね、はい。だからまあ実数と複素数の違いみたいなものがあって、はい、うん、まあもちろん重ね合わせの原理、あるいは、うん、いわゆるキュービットっていうことなんですけど、うん、だから圧倒的にその内容が豊かと言いますか。うん、はい。ただ極めて抽象的な量子医学っていう体系、ですから。はい。だから、日常の直感とはやっぱり非常にかけ離れた、そうですね、現象というか、それが起こるんで、だからまあ、おそらく量子学を本当に理解、肌身に感じて理解してる人って、世の中にいないんじゃないかって、リチャード・ファインマンなんかは言っていますね。はい。ただ、不思議なことは、ただ、どうやって計算すればいいかという規則は知られている。はい。そうです。ただそれ規則を知ってるということと理解してるっていうのはまた別の段階だと思うんですよね。はい、けどまあだからこそまだまだ無限の可能性があるんだろうと思いますね。うん、ありがとうございます。まあ、先ほどお話にあったように、まあ、量子力学は一応計算ができる。そのルールは分かってるけども、まあ、理解とはまた別の話してたんですけども、それじゃあなるべく量子力学を理解しようと思ったら、まあ、特に今回の頭は固体中の電子とかですかね。その固体中の電子の気持ちになったりするんですか？そしたらなんか新しい物質が作れたりするんですか？徳田先生。どうやって新しい物質って浮かぶんですか？そんななんか。見てても、教科書見てても、これとこうやったら、これとこれ組み合わせたら面白くなるわとかならないんですけど。そうですね。僕はあんまり電子の気持ちにはなったことないんですけど。まあ、電子の上に乗っかって、気持ちじゃないけど、物事を見るってことは、なんとなくやってるような気がして。僕はアートとかこういう、絵に表したりするのはあまり得意じゃないんだけど、自分の頭の中ではいろんなビジュアルな描像があって、電子がいろんなところ、例えば森を散歩して、林を散歩して、谷底行ったらどうなるかって。で、だから、まあ、電子ってのはレプトンですよね。はい、もう、あれはもう典型的な素粒子で。
で、しかももうわたわた作らなくても固体の中に10の22乗個、1立方センチあたりいる、ものすごい普遍的な、はい、あの素粒子ですよね。で、それが固体の中でやったときに、その動いてる背景とか、それからもう一つは電子からやっぱりなってるスピンだとかね、モーメントだとか、あるいは電子の、電子の形だとか、そういういろんな作用があるんで、そのうちどれか一つを、あの、大事に思って、そこで何か相互作用する物質系とか、そこから出てくる面白いことを見つけようとするってことは、頭の中では考えることができると思ってて。はい。例えば、ちょっと磁場を開けると、抵抗が10桁ぐらい変わるとかね。うん、電子はほとんど、その、磁界とカップルしたら動けないの、動けなくて、反対側の磁界になると電子が通れないのに、はい、同じ方向になると、あの、トンネル効果でどんどん抜けちゃうと。はい。で、そういうのは、まあ、巨大磁気抵抗とかっていう作用だけど、そういうことを一つヒントがあったら、それを具現化するような物質系っていうのは次々と。できていくと思うんですね。でもできていくと、だんだんその自分の単純な予想と外れるところがあるんですね。はい。で、どうして外れるんだと思うと、そこにはもっと自分が知らないだけで、うん、僕らはもう完璧な量子計算機系を相手にされるわけで、はい、多電子系の。で、彼らは自然はいつでも正しい答えを出すわけです。はい、だけど、それをどれぐらい我々の頭脳でいう古典的な平等絡みで、オーダーパラメータとかそういうのを使って理解できるかっていうのは問題なんだけど、それが、あるところ以上で外れたら、それは自分が悪いんであって、物質とか電子が悪いわけじゃないわけです。そうすると新しいことを、またそこをめがけて新しいことを展開していくと。そういうことがあると、例えばデバイスっていうのは一番簡単な原理だけに基づいて、単純なのを組み合わせていってシステムをインテグレートするっていうことが一番大事なんだけど、はい、物質っていうのはもうすでに複雑なシステムがあるわけで、はい、でそれをいいのをどれだけ取るかとか、うん、それからそのシステムとどう組み合わせたらどんな新しいことが出るかっていうのを考える自由度っていうのはものすごくあるんですね、うん、だからそういう意味では新しい物質を作って、その中の自分の思いのものを実現したいとかっていう欲求はあるし、うんうん、あのそういう感じでいつでも物事を捉えているんですよ、ね、なるほど。先ほどなんかその固体中の電子が通るみたいな森だって言ってたんですけど、森だと思ってますか？森かジャングルか。だから何が、うん、木々が原子核か、うん。原子核のやったり、木々がやる、こだまするのは例えば、フォノンだったり、あ、なるほど、それからね、あの、スピンの振動、はい、あの、スピノンやスピン波だったり、いろんなことがあるわけですね。はい、でそれがどれが一番面白いかっていうことをやるのと、まあ原因を追求して自然の神秘を解くってのは面白いけど、やっぱ解いたら物性物理の醍醐味は、それを非常に普遍化して新しい物質系とかいろんな物質系に同じ考え方ができるということと、はい、やっぱり物理だからどっかで抽象化の作業が必要なんですね。だから一番いいのをやって、その、まあ、抽象化の極めには多分あのもちろん古典的な平等まで思い浮かべられればいいんだろうけど、デバイスとかそういうアプリケーションがあるんだろうと思うんですけどね、はい、なるほど。トクラルールを発見した時のいきさつっていうか聞きたいですね。いやいや、あれは、まあ、大体は分かってたんだけど、あの、特例ルールって簡単な、あの、高温超伝導って言ったら、カッパ O2、CuO2 の二次元面だけがあって、それだけが本質で、あの、そこに、あの、電子を抜いたり入れたりしたら、超伝導、高温超伝導が出ると。なんで出るかは僕知りません。でも、必ずそうなると。で、まあ、電子入れたり抜いたりっていうのは、いわゆる競争関係から、電導体を作るんだけど、非常に電子の流れにくい電導体の極みが電気が抵抗なく流れる高温超伝導ですね。だからその理屈はいろんな実験で僕らもやりましたけど分かった、はい、だからその時にどうするかっていうんで、じゃあそれを簡単に僕はあの図形描いたりね、あの絵描いたりするの見るのは好きなんだけど、得意なんで誰でも分かるようなやり方でできないかとずっと思ってて、やってたら、あの、ずっと考えててるんですね、やっぱり。だから、当時は、どっか、どこだっけ、府中に住んでたんで、調布駅のあたりで特急が止まってるんですよ。それでずっと考えてて、電車が急に動きますって、ガタッと動いた瞬間に、うん、あ、そうかと。だから、カポーツ面だけあれば、上と下、それを挟むレアの分類学さえ作れば、すべての高温超伝導体は設計できるじゃないかと。そんな外で思いついたんですか？もちろん大体外で思いつくんですね。だから、今車運転してるんで、
ダメなんですけど。危ない。電車の方がいいんですね。電車の方がいいんで、時々車の中でも考えてますけど、ずっと考えてると夢の中に出てくるんですよね。で、夢ってほとんどイロジカルなんですよ。変なことばっかり考えてるわけですね。そうですよね。でも、時々、すごいこと思いついたと思って、目覚めたら大体忘れてるってことよくあるんだけど、でもやっぱり、何日かかけて同じ夢見たら、覚えて、それが実際に、大した話じゃないんですけど、うん、僕にとっては楽しいアイデアとか、新しい物質系に、設計につながったということは結構あります。ありがとうございます。もう、じゃあ、せっかくお二人ともいらっしゃるんで、もう、今後の物性物理学の、まあ、未来、まあ、展望とか、もう好き勝手に話していただきたいんですけど、うん、もう夢でも構いません。お聞きしたいんですけど、長尾先生何かありますか？やっぱり、学問って、もちろん、非常にこう広がっていって、細分化する方向っていうのが、やっぱりどんどん進んでると思うんですけど、だけど、そのお互いに離れた分野の間の、関係といいますか、そういうものがこれから重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。例えば今おっしゃった創発性というような概念っていうのは、はい、生物とか経済学とか、いろんな分野で議論されていて、で、アメリカにサンタフェの研究所っていうのがあって、はい、そこで複雑性の科学っていうのをずっと研究されていて、で、まあ、固体物理の分野でも、まあ、そういう創発性とか複雑性というような考え方っていうのが入ってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、もう一つはですね、やはり統計物理学で最近非常にいろんな進歩があって、まあ、情報という考え方がやっぱり物理の中にどんどん入ってきていて、それで物理の要素っていうのを3つ挙げろと言われたら、まあ、物質とエネルギー、はい、絶対それからもう一つは情報なんですね。はい、で物質とエネルギーっていうのは相対性理論で、はい、E イコール MC の事情で、はい、結びついている。じゃあ、物質とですね、エネルギーと情報っていうのが結びつくかっていうと、これを結びつけてるのは量子医学なんです。うん、で、これよく言うんですけど、H バーオメガイコールエネルギーっていう。はい、で、オメガっていうのはフリケンシーなんですけど、はい、フリケンシーをこうモジュレートすると、いわゆる、FM ラジオで、はい、フリケンシーをモジュレートすると情報が伝わるわけですね。そうですね。はい、だから、周波数っていうのは、いわば情報になっているものであると。ほうほう。で、それがエネルギーになっているというのが、量子医学が教えていることなんですね。はい。その考え方はしたことなかったんですよ。式を情報とエネルギーの式だと思ってなかったんですね。というと、物質、エネルギー、情報っていうのは、これは実は三位一体であるということになっていて、うん、はい。まあ、それを真っ向から共通している、まあ、全てを共通しているのが実は場の量子論なんですね、うん、だから固体物理もやはりこの場の量子論の考え方っていうのがどんどん入って、まあ、実際に今入ってきてると思うんですけど、まあ、そういう観点から統一の方向に向かうっていうのがこれから起こることじゃないかなというふうに思います。はい、実際ちょっと難しい話をするとブラックホールエントロピーとかですね、うん、はい、量子情報とかっていうのが非常に密接に関係してるっていうのが最近の発展なので、まあ、そういう情報という考え方をこれから、まあ、追求していきたいなって僕自身は思っています。でね、甘利先生っていう係数工学科におられた情報科学の先生がおられるんですけど、はい、まあ彼が、情報幾何学っていう分野を、はい、作られて、で、その情報っていうのはやっぱりこう、幾何学と非常に密接に関係している。で、その幾何学っていうのが、先ほど徳田先生がおっしゃったトポロジーとかね、はい、そういう、数学を通じて、いろんなことが、実はつながりが見えてきて、っていうのが、おそらく今の、物性物理学の最先端だと思います。で、この傾向は今から続くと思います。うん、ちなみに、その、場の量子論が、まあ、その、三位一体を記述する大事っていう話だったんですけど、場の量子論、難しいんですよ。学生がよく見てると思うんですけど、まあ、長尾先生の口から、
その場の量子の勉強する学生に一言だけなんか助言があるとしたら何ですか？僕が、あって思ったのは、はい、友永先生のあの、電光掲示板の例えなんですよ。ほうほうほう。あの、電光掲示板でランプがついた位置が、はい、あれが粒子だっていうんですよ。うん、で、だから、パチンコ玉みたいな、こう、個体の玉を考えると、区別できるし、はい。それに消えないでしょ。うん、だけど、電光板、掲示板の、あの、ランプがついているとこっていうのは、そこにエネルギーが、塊があって、はい。しかも、あの、区別できませんよね。そうですね。1、2、あるいは2、1って区別できない状態でしょ。はい、そうです。というんで、あの、こう、電光掲示板の、あの、光の位置っていうのが、実は、あの、場の量子論における粒子である。という、例えが、なんか、ものすごく、あの、自分の中で、腑に落ちたっていうのがあって、はいはいはい、で、そういう目で見直すとですね、あの、結構、いろんなことがわかるように。それが、私は、なんか、目から鱗っていう感じでした。なるほど。いや、学生の皆さん、ぜひ、これをね、心の糧に頑張ってほしいですね。あのね、友永先生の随筆が出てますよね。はい。あれを読むと、あの、非常に、あの、得るところが多いです。やっぱ物理学の表現がすごいですか？ええ。それと、あの、私たちの分野で言うと、あの、スピンは巡るっていう、スピンは巡るっていう本があるんですけど、はい、あれを見ると、その場の量子論っていうのはどういうふうに、あの、考えるべきか。発展してきたかっていうことが、あの、非常によく書かれていて、うん、あの、もちろん教科書をね、読むっていうことも必要なんですけど、はい、それ以外に、あの、数式ばっかりじゃなくて、うん、あの、文章になっているものを読むっていうことが、あの、非常に助けになると思いますね、理解の。いや非常に心強いメッセージになると思います。ありがとうございます。ちなみにじゃあ、あの、徳良先生、物性物理の未来、夢でもいいです。ごく最近、ある雑誌に、量子物質この20年っていう、はい、エッセイみたいな、あれを書かされたんですよ。うん、で、その時やっぱり思ったのは、人間ってそんなに、5万年前からそんな頭良くなってないんですよね、うん。だからやっぱりどん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 積み重ねなんだけど、やっぱり今の世界も、これよく長尾さんが言う話だけど、トポロジーっていう流れと、競争感って、はい。で、競争感っていうのは1980年の終わりぐらいに高温超伝とか出て、今まで難しすぎてみんなやらなかったのを、もう取り組まざるをやらなくなったと。それで、トポロジーってのはもちろん、量子オール効果の話から来てて、今その両者がこう融合して、それで新しい分野がどんどん、できて、新しい分野が、次々発展しつつあるんだけど。でも、どっかでそういう考え方っていうのは、もうすでに昔からあるところの卵っていうのはあるわけで、今もその新しい考え方の卵っていうのはあるんだと思うんですね。で、結局こう、螺旋階段みたいにどん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 回ってて、一回回ったらちょうど20年前、40年前の面白い考え方があるんだけど、人間ってだんだんこう、螺旋階段で上がっていきますから、より遠いところまで。同じとこ通ってるように見えて。見えて、うん。だから、よく若い、方々に、年寄りの、僕じゃない年寄りの先生方は、そんな話は昔から分かってたって言うけど、そうじゃないんですよね。やっぱ新しい、お酒ってのは新しい皮袋に入って出てくることが多いので、それが新しい概念ってのは、うさんくさいけども大事だっていう。うん、で、今はそのトポロジーとか、競争感とかって融合分野が非常に大事だと思うんで、これも長尾先生と一緒にっていうか、提唱してることなんだけど、僕は、創発電磁気学って言って、はい。普通の電磁気学はもちろん素晴らしい体系なんだけど、もう19世紀の終わりにできたわけ。で、今、創発電磁気学ってのは、物質中の電子が作る磁場だとか、はい、電子が作る電波だとか、うん、電子に働く電波だとか、はい、それから電子が作る磁石、磁化とか、はい、それから電気分極ですね、はい。そういうのの間の関係性ってのは、やはり拡張されたファラデーの方程式みたいなのがあるわけで、はい、それを非常にうまく使う。うん、今、ベリー層物理学とか非常に流行ってて、はい、創発電波とか創発磁場とかいろんなことが出てるけども、うん、電磁誘導、ファラデーの電磁誘導、これはもう今電気来てるの全部ファラデーの電磁誘導のおかげです。モーター回ってるのもファラデーの電磁誘導のおかげだけど、はい、それと同じことが、創発電磁誘導みたいな感じで、で、電解と磁場が物質の電子を通してお互い絡み合うと、はい。
そういうのは競争感とトポロジーがものに関係した分野なんで、うん、そういう分野の発展というのは多いし、それからその分野での新しい物質とか、それから出てくる新しい抽象概念というのがどんどん出てくるんだろうと僕は思っていますし、今はそれをやりたいと思っています。で、もちろん、デバイスにものがなるかっていうのは非常に単純な現象があって、例えば半導体物理学って本当は量子力学に基づいているのに、原子が、粒子が一個、波として走っているようなところが、そういう古典的な平等ができたら、システムのインテグレーションでどんどんすごいことになったわけだけど、これからはむしろ複雑なことの物質の中にも情報とか、新しいコンピューテーションとか、はい、まあ今、リザーバーコンピューティングとかいろんなことが AI の関係で言われてるけど、そういうことができる可能性もあるし、まあとにかくなんかそういう新しき電磁気学っていうか、要は物性物理って基本的には、電子を扱う限りは物質の中の電気的相互作用と磁気的相互作用の物理なんですよね、はい、うん、だからその方面をどんどん伸ばしていきたいし、まあ、またまた螺旋階段上る余地はあるんで、あと200年ぐらいは大丈夫だと思う。どん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 発展していくと思うんですけど。ありがとうございます。じゃあ創発電磁気学ですかね、はい、お二人が提唱されて、いやいや、この方が、いやいや、なんでそこ譲り合ってますか、まあ、いろんな方が提唱されてるんですいろんな人が、はい、それを僕らは具体的にいろんな物質系に当てはめたり、それに当たる事例を出していって、で、一つの大きい何か、もう少し、波を起こそうって感じですね。そうですね。はい。いや、ありがとうございます。非常に貴重なお話聞けて、個人的にもすごく嬉しかったです。ということで、今回は、東京大学工学部物理工学科の長尾先生と倉先生でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、非常にゲストラじゃないです、もう一回やらせてください、すみません、豪華なゲストこれで緊張をね、和らげるっていうわざと、はい、これぐらい失敗しても大丈夫じゃあもう一回いきます、はい、大丈夫です